ちは、みなこです。今日はこちら、ダイソーのネットストアでお買い物をしたので、こちら購入品紹介したいと思います。はい、まあ、普通のね、店舗、大型店舗と品揃えはね、そんなに変わらないかなっていう感じなんですが、かさばるもの、ちょっと大きいものとか持って帰ってくるの大変だなみたいなものはやっぱりね、ネットが便利かなということで、今回はちょっとかさばるものをね、買いたかったので、ネットのダイソーで買ってみました。はい、ダイソーのオンラインショップって100均なのに、ちゃんとね、梱包一つ一つね、プチプチにくるんでくれてたりして、すごい梱包丁寧なんですよね。こんなにふわふわもいっぱいある。今回一番欲しかったものから紹介します。いいよ。はい、じゃーん。はい、こんな感じの収納ボックスまず買いました。はい、これすごいいいっていう風にネットの口コミで結構書かれてて、使いやすいということでね、書かれていて、気になるって思っていたんですが、結構ね、在庫切れだったりとかして、でたまたまその私が見た時に再入荷されていたので、あら、いいじゃんと思って買いました。はい、これは100円じゃなくて、440円の商品なんですけれども、こんなにね、大きいちゃんとした収納ボックスで440円はかなりお買い得だと思います。収納ボックスですけど、こんな感じで蓋を開けると、はい、こんな感じで蓋が開いて、結構ね、深さのある収納ボックスです。はい、20リットルで、まあね、半透明なので、な中にね、何が入ってるかもうパッて見てね、すぐ分かるっていう感じの収納ボックスです。はい、子供のね、ちょっと使ってないおもちゃ、7歳の娘のちょっと使ってないおもちゃでも、下の子にちょっと使わせるのにはまだ早いかなみたいな、お下がりしたいけどちょっと一回保管してからお下がりであげたいみたいなものが、まあまあ結構いろいろあって、まあおもちゃでもそうだし、お洋服とかもそうなんですけど、うちの姉妹兄弟5歳半離れてるので、少しそのね、タイムラグがあるんですよね。中身やっぱ見えた方が後々探す時にすごいいいので、やっぱりこういう透明のボックスに入れたいなと思っていて、でいろいろ探してたら、ダイソーのこれがすごいちょうど良さそうだったんですよね。結構深さがあるので、大きめのおもちゃとかでも入れやすいし、ここに100センチとか書いて100センチのものを全部入れたりとか、もう一つの方には110センチを入れたりとか、そんな感じでサイズ別でね、入れてもいいかなと思って、大きすぎると重いと思うんですけど、これぐらいのね、大きさならちょうどよく管理できていいかなと思って、これを選びました。330円でもうちょっと浅めのものとか、もうちょっと長細いものとか、もっといろんなサイズ売っていたんですが、これが割とね、好評で、いいって書いてありました。はい、同じものを、4つ買いました。はい、まあ、蓋付きなので、こんな感じで重ねておくこともできます。蓋はこんな感じで開くんですけど、ここも脆かったりするのかな、ここもプラスチックですね。下にかけて少しすぼんでる形ではあるので、まあ、これは好みですよね。私はどっちかっていうと、すぼんでない方が無駄な空間がない気がして、すぼんでないただの真四角みたいな方が私はどっちかっていうと好きは好きなんですけれども、こういうのってなんですぼんでるんだろう、ここの通気性が良くなるとかそういうのがあるのかな。下はこんな感じで4つ角がついてて、ちょっと高くなるような感じになってます。なんでここに高さが必要なんだろう。でこれはこんな感じで重ねることはできるんですけれども、カチャッと重なるわけではなくて、こんな感じで少し余裕感はあるので、重なってがっしりくっつくわけではないんですけれども、まあ別にね、全然取りやすくていいんじゃないかなと思います。例えばメルちゃんのこういうおもちゃとか、全然余裕で入りますね。これは結構大きいおもちゃ、入る。結構大きいおもちゃでも入りますね。あら、いいじゃない。7歳娘が120センチサイズアウトしたんですけど、下の子は120センチまだまだ着れないんでね、ふかしておきましょう。こんな感じで収納しました。ここが水着類、こっちが100センチ、110センチ、120センチっていう感じで入れました。はい、まあ大きさもちょうどよくて管理しやすいかなと思うんですが、こうなんていうか、余計な出っ張りとかあったり、ここも
ここの部分もちょっと余計な出っ張りだし、収納するときにこんな感じで余計な隙間もできちゃうから、収納場所がコンパクトで、なんか1センチでも無駄な空間を作りたくないっていう感じのお家には向かない収納かなと思いました。収納場所にまあ余裕があって、そんなにねぎゅうぎゅう詰めにしなくてもいいよ、無駄な空間を作らないっていうことよりも管理のしやすさの方が大事だよっていう方向けかなと思いました。横から見ても、あ、子供の服が入ってるなってすぐパッと見てわかるので、使い忘れもないし、管理しやすいって意味ではこの箱はいいかなとは思いました。次はこちら。はい、こんな感じのカゴでーす。かわいい。これね、少し前、今年の初めぐらいにこのネットで見つけて、あ、欲しいって思ってた時にはもうなんか全店在庫切れみたいな感じで表示されてて、あら、もう買えないじゃんって思っていたんですが、この前ね、ネットストア見たら再入荷されてて、あら、このチャンスに買わなきゃと思って買いました。はい、これね、どっちも同じ形で色違いっていう感じなんですけれども、まずこんな感じのワイヤーのカゴなんですよね。すごい丈夫な感じで、もう取っ手は木っていう感じの取っ手でできてて、とっても見た目可愛いっていうものです。あら、いいじゃん。はい、あ、ちなみに値段は、550円です。はい、ダイソーの中では550円高いかなと思いつつ、でもこんなねしっかりしたあのダイソーっぽくない見た目で550円はすごいいいんじゃないでしょうか。こっちがダークグレーみたいな感じの色ですね。はい、これもこれでかっこいい感じでいいですね。でも、 もう一つね、真っ黒、ダークグレーじゃなくてもっと黒いブラックもね確かあったんですけど、それはね多分在庫切れだったのかな。とりあえず2つ買いました。いいじゃん。これと色がねほとんど一緒で、丸いタイプのものを、3月ぐらいに買って今キッチンで使ってるんですけど、見た目がすごい可愛くてね、すごいお気に入りで買ってよかったなと思っていて、これもねキッチンに置いて使おうかなと思います。キッチンのこの炊飯器の下、ここのラックにちょうど入りそうだったんですよね。こんな感じで、横だと入らないけど、こんな感じで、うん、入った入った、うん、ちょうどいい感じ。奥行き、取っ手がここにあるから、こうやって引き出すものだけど、こうやって引き出すことになるかな。手前にはこういう毎日食べるパン系の定位置にして、後ろ側はちょっと取り出しにくいので、プロテインのストックだったり、で業務スーパーでね安く手に入れたコーヒーポーションなんですけど、これをねたくさん買ったので、こんな感じで飲み物のストックを入れますかね。うん、いいんじゃない。こんな感じで入りました。いいじゃん、とっても見た目可愛くていい感じです。次はこちら、じゃん。こちらはバッグ収納ハンガーというものです。すごい使いやすそう。220円の商品なんですが、こんな感じのね形をしていて、ここにバッグをね4つ、ぶら下げて、ここに、ね、服がついているのでかけておけるっていうね便利収納グッズですね。360度回転するので重ならず収納っていうことで、ね、すごい便利そうって思って、こんな感じでくるくる回るので、こう一定方向にバッグをかけるんじゃなくて、いろんな方向からねバッグをかけられて便利っていうものですね。フックはこんな感じで金属で、下は中に金属が入っているからしっかりはしてるんですけれども、このねカバンを置くところはプラスチックでできていて、こんな感じでくるくるね360度回る、それぞれ回るような感じになってます。まあどういうとこでもいいですけどね、こういうボールにこうねかけて、でここにカバンをはめていくと、で下からかけた方がいいかな、こんな感じかな。ちょっと見づらいかもしれないですが、こんな感じでねバッグをだーってかけることができます。このバッグをかけるところの幅が結構太いので、小さめのバッグのこういう取っ手だとちょっとかけづらいっていうのはあるんですけれども、こういう大きめのトートバッグとかの手で持つところはこんな感じでかけやすいですね。なので、まあ、小さいバッグとかよりもこういう大きいバッグ向けの収納用品っていう感じ、一つ一つねこういうポールにかけるより、まあ、小スペースなんじゃないかなと思います。いいんじゃないでしょうか。
これは前からあるものかな。これは間仕切りボードを3枚入りということで、こんな感じで、ボックスの中を仕切るための仕切り板、このボックスに合うように好きな大きさに切って使えるっていうものですね。これに使う用の新しいねグッズを発見したので、それを使うためにこれ買ったんだ。じゃあこちら仕切り板補助スタンドっていうことで、仕切りをね補助するスタンドなんですよね。こういう仕切り板ってね、ちょっとなんかグネって曲がっちゃったり、こう安定しなかったりするんですけど、これがあればねピッとしっかりね安定するっていう感じのスタンドで、これちょっとセットで使ってみようと思います。はい、こんな感じで3枚あって、ちょうどいい長さに自分で切って使えるものですね。例えばまあこういう、これもダイソーで前に買ったボックスですけど、こういうボックスをねちょっといい感じに仕切りたいっていう時に、こんな感じで仕切りたい、こんな感じで十字にして仕切りの出来上がりっていう感じなんですが、まあこれだけでもいいんですけど、やっぱりどうしてもねこうグラグラしちゃうから、まあちょっとずれてきてストレスみたいな感じがあったりするんですけれども、そんな時にこちらですね。はい、こんな感じの見た目で、こういうまあシンプルな見た目なんですけど、ここに仕切り板を挟むっていう感じですね。これがあればもう1枚1枚だけでも割ともう自立してくれますね。あら、いいじゃない。こう入れれば、はい、こんな感じで安定しますよっていう感じですね。うん、安定するのか。ここにこれもねダイソーに売ってるゲルテープですけど、こういうので裏に貼ってよいしょ、そこにこう貼り付けちゃえば全然動くことなく、全然動かずね、ストレスなしですね。これはあら、いいじゃん。はい、こんな感じで仕切りが作れました。はい、何個でもね自分の好きなように仕切りを作ることができます。やっぱりつけてあった方が安定して良さそうですね。うん、あら、いいじゃん。いや、これいいと思う。なかなかいいんじゃないでしょうか。あ、これずっと気になってたやつ、これも再入荷されてたので買いました。ボセルブラシスタンドっていうものです。はい、これもねすごい気になってたんですが、人気商品でね結構在庫切れだったんですよね。はい、こんな感じの見た目をしているんですけれども、はい、こんな感じでここにこういろいろね刺せる穴があってっていうので、これはねメイクブラシをこう立てておけるスタンドです。はい、ペン立てみたいな感じでこういう方向でねこっちから刺して、筆を立てておけることもできるし、こうやって裏返すとここがフック状になっているので、こういうポールとかにねこうかけてこうブラシを差し込んでこうブラシをね干しておくっていうこともできるっていうね、そういう便利なブラシスタンドです。はい、これやっぱメイクブラシってね洗って干しておくっていう作業をするときにやっぱ乾きやすいようにね、こんな感じでこう吊るして干しておくのって衛生的でいいんじゃないかなと思っていて、ということでこれすごい使いやすそう。はい、楽しみ。なんか色もねベージュピンクっぽい絶妙に可愛いベージュ色でいいですね。すごいいっぱい刺すとこある。まあ、こういうねメイクブラシをこうやって立てかけておけるスタンドとして使えますよということですね。メイクブラシ以外でもねこういうアイライナーだったり前髪をね留めるものだったり、メイクボックスの中の収納道具としてもこれいいですね。こうやってひっくり返しても落ちないような、仕様になっているので、こういうね洗濯物干しとかのポールにこんな感じでかけて、洗ったブラシをね下から刺してこんな感じでね干しておくこともできます。すごいこれいいじゃん、便利ですね。じゃん、これはねリピート買い商品なんですが、フッククリップです。はい、これずっと前に同じようなの買ってすごい便利だったのでまたね欲しかったね、2つ買いました。ちょっとかけておくフックを作りたいっていう時にすごい便利なクリップなんですよね。柱とかあったらそこにこのクリップを挟んでおいて、でここにバッグとか帽子とかちょっとかけておけるみたいな、バッグかけとか帽子かけが簡単にね自由に好きなところに作れる
るっていう感じのフッククリップですね。もともとはこれアウトドア用品で、外で何かキャンプとかするときにちょっとした柱にこれをフックをつけて外でバッグとか置いておくのに使えるっていうものなんですが、外だけではなく家の中でもねすごい便利なんですよね。今回グレーでしたけれども白とね黒もあったと思います。はい、はい、こんな感じの形をしています。ギュッてやるとここが開いて、まあ、柱とかポールとかにね挟めるようになってます。結構強力なのでまあまあ重いものをねかけても大丈夫そうな感じです。ここのね扉を開けると玄関っていうね和室の扉なんですが、ここの上にねちょっと毎日日々使うちょっとした手提げバッグだったりを吊るしてたんですが、上でもいいんですけどここら辺にねつけてあった方がさって取れていいかなと思って、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでつけられます。ここにねクッションがついてるので、この柱にもね傷はつきにくくていいんじゃないかなと思います。上だとちょっと背伸びしないと取れなかったんですけど、ここならねさっと取れるから、あら、いいじゃない、すごいいいじゃん、やっぱりよかった、これ買ってよかった。ハンガーラックのこういうポールのところにもよいしょ、はい、こんな感じでつくので、ここにバッグを収納してもいいですね。これ抱っこ紐とかもこういうとこにパカってね置いて、ぶら下げておけるのでね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、これやっぱ便利だわ。ちなみにこれは前買った白いバージョンです。暑い、汗だくになってきた。ちょっといろいろ買いすぎて動画が長くなっちゃいそうなので、今回はね、ここら辺までにして、またね残りのものいろいろあるので、次回お送りしたいと思います。はい、ということでこんな感じで今日はダイソーのネットストアで購入したもの、主にね収納用品を紹介してみました。何かの参考になれば嬉しいです。まあ普通の店舗でもね売っているものではあるんですが、店舗の大きさによってね、扱ってない商品もあったりすると思うので、まあ確実に買いたいという方はねネットショップも便利なので見てみてはいかがでしょうか。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。